どうも余白です。今回はですね、11月後半に購入した漫画購入品紹介やっていこうと思います。11月の後半は13作品16冊購入してきました。最近はね、もう卒論とかがちょっと忙しくって、新刊を読むだけでもねかなり精一杯なんですけれども、しっかりとね買ってきた新刊たち全部読み終えたので、紹介していこうかなと思います。はい、ということでね、まずはこちらピピピピピピの最新5巻買ってきました。ついにねファンタたちとの4対4のバトルが始まりましたね。音楽漫画ではあるんですけれども、音楽漫画でありながらもね、圧倒的に週刊少年ジャンプで、この5巻はね読んでてめちゃくちゃワクワクしました。家庭教ヒットマンリボーンのね、リング争奪戦とか、ああいうねなんていうのかな、団体形式の戦いっていうのが僕めちゃくちゃ好きで、そんな感じをねまとっている戦いになっていて、もうこの巻はね本当に楽しかったですね。かつての敵がね、仲間になったりとか、またね共に戦っていた、かつての仲間がね敵側にいたりとかね、そういうところもね最高に少年漫画してたんじゃないかなって思います。次の巻もね読むのが楽しみですね。続きましてこちら、坂本デイズの最新9巻買ってきました。ピピピと坂本デイズはね、前半に変えてなくって後半に買ってきたっていう感じなんですけれども、いや坂本デイズの9巻ね、このまがまがしい、表紙ね、すごい狂気的かつ素敵で、結構ね今までの表紙の中でも、トップレベルに好きだなって思います。編入試験編がね、この9巻で終わりまして、いよいよね、ついにと言った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、 JCC 編がね、9巻から始まりました。過去キャラがね再登場したりとかして、いろいろとね、過去のお話とか含めてね、なんかつながりが見えてくる、そんなエピソードにね、なりそうな気がしてワクワクしております。といってもね、本誌で、先の方まで読んではいるんですけど、坂本サイドだけじゃなくてね、オーダーの南雲たちのサイドのお話もね、しっかりとこう動きがあって、そっちからもね目がなかなか離せなくて、面白い展開になってるんじゃないかなって思います。帯はね芥見先生が寄稿してるんですけど、いや本当にねその通りというか、マジでね芥見先生が言ってますけど、本当にアクションシーンがかっこよくって、バリエーションもすごいんですよね。なんかねバトルをするロケーションの使い方が本当に上手くて、今回だと、落ちた飛行機の周りでね坂本たち戦ってたんですけど、飛行機の羽でねシーズをするところが僕的にはすごく印象的でしたね。はい、次の巻もねいろんなアクションを見せてくれると思うんで、読むのがすごい楽しみだなって思います。続きましてこちら、大の大冒険のね真相再編版、真相再録版かな、17と21、22、23巻買ってきました。これねだいぶ前、1、2年前くらいから、真相再録版刊行されたあたりからね、本当に超マイペースにゆっくり集めてたんですけど、抜けてた巻がねこれで全部埋まりまして、全25巻ね集め切ったっていうことになりますね。はい、めっちゃまばらに集めてたんで、一切読んでないんですけど、アニメもね最近最終回だったのかな、みたいで、ちょうどいいというか、なんかいろいろ終わった後に、一人でね最初から読み始めるっていうのは、なかなかいいタイミングなんじゃないかなと個人的にね無理やりこう納得をさせているんですけれども、実家の方にね、残りの缶とかが置いてあるんで、また年末とかに帰った時に、時間がね、あれば、一巻からねちゃんと読みたいなって思います。どっかでね感想とか言えたらいいですね。続きましてこちら、僕らが恋をしたのはの最新3巻買ってきました。相変わらずね本当にかっこいい老紳士たちが、出てきまして、小野夏目先生のね書く池雄路は本当に絶品だなっていうのを改めてね感じさせられた、そんな3巻だったんじゃないかなって、思います。この巻ではね結構核心に近づくようなそんな描写が多くてですね、読んでてなんかやっと面白くなってきたなというか、今まではね本当に雰囲気をこう味わうだけのお話だったのが、ちょっと物語の奥行きがね見えてきてっていう感じでございました。お嬢とね、教授の間に一体どのような関係があるのかっていうところとかね、次の巻でねおそらく完結だろうっていう感じの、雰囲気だったので、楽しみにね次の巻も待ちたいなって思います。続きましてこちら、
東京リベンジャーズの最新30巻買ってきました。本誌の方ではね、まあ、ついに終わりを迎えたらしい東京リベンジャーズなんですけれども、帯からも分かる通りね、次の31巻で、完結らしいですね。まあ、30巻はね、竹道と、マイキーのね、怠慢からこうマイキーの過去回想へとお話が移ってっていう感じの、まあ、内容でございました。まあ、過去の回想ではね、まあ、マイキーと兄慎一郎の関係性とか、まあ、結構ね驚きの設定開示とかもあったんですけど、なんかねすでにこうタイムリーパーっていうのかな、まあ、竹道含めて何人かいたりしてね、なんかその、まあ、衝撃の設定開示とかもね、あんま衝撃がなかったというか、なんかね面白みをかなり消してたんじゃないかなっていう風な、そんな印象を受けた最新刊だったかなって思います。はい、というかね、まあ、次で完結っていうところで、まあ、どうやってねこっから物語を、締めるのかっていうのがね、正直言ってこうまとめる気というか、まとまる気がね個人的にはしないんですけど、まあ、最後までね彼らの戦いを見守れたらいいかなと思っております。続きましてこちら、ガチアクタの最新4巻ですね、買ってきました。いやね、前の巻でね、まあ、明らかになった金域の女っていうのかな、あの存在がね、まあ、出てきまして、実際にねその近畿に向かうまでに結構、まあ、修行とかで、長くかかるんじゃないかな、中期目標なんじゃないかなと思ってたんですけど、そんなことなくてね、かなりこうテンポよくお話が進んでいって、この4巻の最後でねもう退治するっていう、結構驚きなんですけど、まあ、なかなかねテンポよくて楽しく読めるなっていう感じでございます。前の巻でね、まあ、本格的にこのガチアクタっていう作品にハマれて、まあ、これからの展開にもね期待したいところだなっていう風に、まあ、4巻を読んでもね思ったんですけど、キャラがね、まあ、結構順調に増えてきて、まあ全員ね、まあなんか一癖も二癖もあるような人たちばっかりなんで、まあこういうねシリアスなお話のね物語の展開が続くのもいいんですけど、まあ、どっかでね、なんか彼らの人柄の分かるようなね日常会とかもね、また読めたら嬉しいなって思います。次の巻も楽しみです。続きましてこちら、北北西に雲と雪の最新6巻買ってきました。いやね、めちゃくちゃ衝撃的な最新刊でしたね。はい、まあ、帯にね一応衝撃とは書いてるんですけど、なんか、うん、こんなちっちゃい文字で書くレベルの衝撃じゃないよってくらいの衝撃だったんですけど、アイスランドのね大自然をこう美しく書きながらも、どこかね不穏な空気っていうのがね、まあ、常にこう付きまとってた作品ではあったんですけどね、ここでその本性をついに表したかっていう感じで、本当に大きな転換期となるような最新刊だったかなって思います。それと同時にね、舞台がアイスランドから日本へと移ったんですけれども、こちらもねまたとても綺麗な土地で、まあ、重めのね展開に圧倒されながらも、こうなんかね読んでる読者に心にね安らぎを与えてくれるような、そんな感じの絵で、本当にね素敵な絵だなっていうのを改めて思ったんですけど、まあ、物語がねこれからどう動いていくのかっていうのはねすごい楽しみだと、楽しみだし、次の巻もね本当に早く読みたいなって思います。続きましてこちら、天国大魔教の最新8巻買ってきました。テレビアニメ化決定っていうことでね、個人的にもね、まあ、大好きな作者さんだし大好きな作品でもあるので、これを機にねもっと多くの人に、まあ、石黒先生の名前とねこの、天国大魔教という作品をね知ってもらえると思うとね、すごく嬉しいなって思います。まあ、数巻前からね本当にどんどんと物語が加速していってて、それと比例するようにね面白くなってきてるなっていう感じだったんですけど、この巻の最後でね、まあ、ついに天国側と魔教側の登場人物が開講してね、まあ、やっとここまで来たかっていう感じで読んでてかなり興奮しました。足掛け8巻ですからね、まあ、何のねつながりもなく思えた2つの世界がこう徐々にね近づいていって、そしてついに重なるっていう、もうねここまででも結構胸熱なんですけど、ここからが本番ですからね。まあ、これまでね散りばめられてきたそういうね、気づかないような、まあ、様々な描写の伏線とかを、まあ、ここからねどんどんと拾われて繋がっていくっていうのがね、まあ次の巻も読むのが本当に楽しみだなって思います。続きましてこちら、ブルーピリオドの最新13巻買ってきました。嫌なね雰囲気がずっと流れてたノーマークス編だったんですけど、結末はね思ったよりも結構あっさりしてて、でもねヤトラにとっては本当に大切なことで、そんなものをちゃんと残していったねエピソードになってまして、個人的にも結構好きなエピソードだったなっていう感じでございます。
ヤトラのね視界がこう開けていく感じ、あれがね本当に今受験編の時からたまらなく好きで、さまざまな経験がね作品として昇華されていくのはもっと大好きでございます。まあね本当に、まあ、ここ最近だとね絵画教室編とこのノーマークス編とね芸術とか美術に関する、まあ、概念的なところをねこう深掘りしたような、まあ、扱ったねテーマエピソードが続いてたんですけど、まあ、ノーマックス編終わってね夏休みに入ったっていうことで、今度はね友達の実家で制作をすると、なかなかね、結構ガラッとね、変わったなっていう感じなんですけど、まあ、キャラクターのね掘り下げをしつつまた違った角度からねこうヤトラに、まあ、影響を与えるのかなとか、相変わらずね続きを読むのが楽しみで仕方ないんでございますよ。はい、雰囲気的にねなんか死んだキャラがいるっていうことでかなり雰囲気重めなんですけれども、まあ、ヨタスケくんがねいるっていうことでその辺のね新しい絡みとか含めて、まあ、楽しいね日常会話とかでねうまくそのシリアスめなお話とのバランス取ってほしいなって思います。次の巻もね本当に楽しみです。続きましてこちらワールドイズダンシングの最新6巻買ってきました。ちょっとね分厚いなって思ってたらこの巻って完結なんですね。知らずにね、まあ、読み進めてたんですけど展開がねかなり早くって、もしかしたらって思いつつね最後まで読み切ったら、まあ、やっぱりかっていう感じで、いやまあねちょっと残念というかもうちょっと長く読みたかったなっていうのが正直な感想でございます。伝統芸能であるね能、これをねでまあ、出来上がるまでを描いた、まあ、そういうお話だったんですけれども、まあ、とっつきにくさがねやっぱテーマにはあったものの、さまざまなねこう出来事とか物事に触れて自分だけの良さっていうのを形作っていく主人公の姿はね本当に胸を打たれるものがあって、個人的に結構好きな作品だったので、まあ、最初も言ったんですけど最後までねじっくりと、作品物語を、ね、描ききれなかったのは本当に残念だなって思います。マジでねこれからじゃんっていうところで終わっちゃったんですよね、まあ、ただねここまで本当に楽しませてもらったっていうのも事実なので、またね気が向いた時に、また読み返せれたらいいかなって思っております。連載本当にお疲れ様でした。続きましてこちら夢てふものは頼み染めてきの最新1巻ですね買ってきました。スインギンドラゴンタイガーブギっていうね作品がありまして、まあ、すごくね楽しくて素敵な作品なんですけど、まあ、その作者の新作っていうことでね、こちらの夢てふものは頼み染めてき購入を決めました。タイトルが難しいんですよね、まあ、英訳するとねデイドリームビリーバーらしいんですけど、まあ、こうするとねめちゃくちゃ分かりやすいっていう、はい、まあ、そんな感じのね、作品なんですけど、明治時代がね、まあ、舞台になってる作品でございます。絵描きを目指す主人公がね、まあ、ある一人の女性に恋をしてっていう、まあ、ジャンルで言うとねラブコメなんですけど、こうね明治時代っていう時代設定とねキャラクターのね裏表のなさがね本当に読み心地を良くさせてて、最後までね楽しく読むことができました。スインギンドラゴンタイガーブギもね、まあ、前作なんですけどこちらもねかなりポップな作品だったんですけど、このね新作はそれを上回るレベルでめちゃくちゃポップに仕上がってて、本当にねこの作者さんの良さが凝縮されたなって読んでてすごく感じました。次の巻もねこの1巻と変わらず楽しい物語だと嬉しいですね。次の巻も楽しみです。続きましてこちらソアラと魔物の家の最新2巻買ってきました。作品の道筋がね記されたそんな2巻でございました。魔族を恨んできた人間の主人公が魔族の住居を作るドワーフの一味と一緒に旅をするっていう、まあ、異世界建築物語なんですけれども、魅力的な、ね、建築物が見開きで眺められたりと、まあ、刺さる人にはかなり刺さるんじゃないかなっていう楽しい作品だと、個人的に思います。僕もね、まあ、ちっちゃい時は木の上に住みたいなとか思ってたタイプなんで、この作品はねめちゃくちゃ刺さっております。今回はねまあ、魔王の住居として超高層の魔王城が出てきたんですけど、まさにね天空の城で、まあ、個人的にもねさっき言ったエピソードと重なったりしてめちゃくちゃグッときましたね、まあ、次の巻もね、まあ、道筋がこう記された中で、いろんなね魔物のお住居を作っていくと思うんで、まあ、新しいね建築物が見れるのを楽しみにしたいなって思います。続きましてこちらフールナイトの最新5巻ですね買ってきました。なんかねもうフールナイトに関してはねもう言うことがないんですよね。作品とね作者さんのことをこう圧倒的に信用してしまってて、
どんな物語が描かれてもね、こっちはただありがたく読むだけっていうか、そんくらい大好きだし、読むのが楽しみな作品でございます。もちろんね、この5巻も本当にめちゃくちゃ面白くて、いろんなね展開がありつつ、お話もしっかり進んでっていう感じだったんですけど、途中でね差し込まれた金魚のお話とか、そもそもね、キャラたちのこう何気ないセリフとかね、本当にねセンスの塊みたいなものがあって、それがねかけらとなっていろんなところにこう散りばめられてるんですよね。刻一刻とね緊迫したこう物語が進んでいく中で、作品を形成するねこう要素の全てがそれを後押ししてるなっていうのを感じる、そんなね最新刊だったかなって思います。次の巻も本当に楽しみですね。はい、ということでね、今回は11月の後半に購入した漫画購入品紹介やってきました。最近ね、忙しいっていうのは、冒頭にも言ったと思うんですけれども、12月はね本当にこう出したい動画がたくさんあって、本棚紹介もねなんか整理がてらしようかなと思ったりとか、またねランキング動画はね、自分のアウトプットの意味も込めてね絶対に作らないといけないなって思ってるんですけど、そういう感じでね、どっかでこう合間を見つけてね、漫画も読みたいし動画も作りたいなと思っておりますんで、よければねチャンネル登録と、またねこの動画の高評価とかもしてもらえたら嬉しいなって思っております。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。